危機的状況をプラスに変える動画版日本語で USA。 アメリカ不動産を3人のリアルターがオハイオ、カリフォルニア、ハワイから読み解きます。こんにちは。また1週間があっという間に経ちました。皆さんでしょうか？はい、元気でやってます。元気ですよ。なんかだんだんこっちも秋風が吹いてきて、なんか爽やかな感じになってきました。あ、本当に、うん、朝晩ってどのくらいの気温なの？暑くて80度、上、気温80度で、朝晩は60度台かな。あ、本当？今週なんか暑いようなんですけどね。じゃあ暖かい時はオハイオ一緒だね。朝晩60何度、つまり13度から17度くらい。で、13度って寒くない？上がるみたいな、そんな感じかな。寒いよね、13度。朝晩は肌寒い、うんうん、ハワイは26度、7度朝晩。まあ、1日通して夕方になると少し涼しくなるけども、そんなに大差ないかな、まだ。あ、そうなんだ、うん、朝も気温下がらないんだ。あ、水だもんね、周りがね。まあね、もちろん朝夕は涼しいけれども、でも、うん、朝夕だからってソックス履かなきゃいけないみたいな風な差はやっぱり冬の間だけかな、1月2月。へえ、そうなんだ。そうか、だからあとは太陽が照ってるか照ってないかの暑さと寒さの違いだけで、基本的な気温は同じってことだよね。そう、うんうん、まさしくその通りです。はい、はい、でそれでハワイが実はトラベルレイジャーっていう雑誌で、ハッピエストステイトインアメリカで第1位になったっていう発表があって、うん、と思って、記事を読みました。で、これなんか2014年からこの、ウォレットハブスタディっていうところでなんかその調査を行ってるらしいんですけど、幸福度を最もその幸福度が高い州っていうのはどこだろうって50州の中で、で、その100ポイントのうちの、50ポイントが感情とか物理、肉体的な幸福度、そして、25% を職場の環境で、あとの 25% をコミュニティとその取り巻くその環境についてをなんかその全部の州で集計をした結果だったらしいんだけれども、で、ハワイが1位で、2位が、ユタ、ミネソタ、ニュージャージー、メリーランド、カリフォルニア、ノースダコタ、アイオワ、アイダホ、コネチカットっていうふうにこうやってどんどんこう続いていくらしいのね。うん、でハワイは結果1位だったんだけど、コミュニティと取り巻く環境っていうのはユタが1位で2位がアイダホだった。で、感情的、肉体的、物理的、その幸福度っていうのはニュージャージーが1位でハワイが1位だったらしいです。面白いね。うん、おい、一番下知りたい？最下位知りたい？どこ？最下位はミズーリー。なんでなんだろうね。なんでなんだろうね。で、ミズーリーが一番下で、その下から2番目がオレゴン。オレゴンって高い方なイメージだけど。うん、ね、なんかハッピーな自然なんかがあってハッピーな感じだけどね。なんか多分物理的になんか満たされないのかしらね。物価とかも関わってるんでしょ？うん、まあだからそこに住んでる人がその物価が高かろうが低かろうが、それでどれだけ満足しているかっていう、そういうところを測ったんだと思うけどね。うん、面白いね。はい、ね、なんかオレゴンは結構私の身近でも他州からオレゴンに移っていった人がたくさんいるので、うん、だから不思議な感じがちょっとするけど面白いですね。ねえ、まあ、でもそれぞれの州の中でね、この州の中だったらどこが一番だとかって、なんかカリフォルニアだとアーバインが入ってたりとか、なんかそういうの読んだことがあるけれども、まあ、そのどこで尺度があるかっていうのによっても違うんでしょうけどね。でもとりあえずその1位っていう記事を読んで、わーいと思った。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。1位の州に住んでるマミさんからのお知らせ。はい、お知らせでした。ハワイ 1位でした。はい、はい、住んでる本人には嬉しいよね。
そうね、で特にやっぱりねこのコロナであのいろんなビジネスが閉まってしまってで、うんね、またあの解除されたとはいうもののなんとなくこう不安な中で の, あのオープニングがあったりあと10月の15日からあの観光客の人とかも来れるようにはあのもっとね PCR 検査をしたら14日間の隔離なくなるとかっていろんなこと言ってるけれども今朝のやっぱり新聞でも、うん、あのいろんなそのルールが込み入りすぎちゃってでしかもその島ごとに違いすぎちゃって面食らったり戸惑ったりもうわけわかんないっていう風になってしまっている状態なのねまだ今、うんうんうんでね、あのこの間もちょっと言ったかもしれないけどレストランも同じ家に住んでる人しか行っちゃいけないから一緒にだから一人暮らしの人はどうするの一人で行くっていうそういう感じ、ねまあ、とにかくちょっとこの状況がねなんかさみんなで一緒に住むのが流行りそうじゃないあもうね同じ少なくとも同じ住所をあの共有しようよみたいなシェアハウスが急に流行るそれはそれでなんか器物みたいで楽しいかもねでも変でしょだってあのお付き合いしている2人がレストランに行かれないのよ、うん、一緒に住んでなければなんかあれじゃない、ね、あのデートの期間が短くなってすぐに一緒に住むすぐ結婚するかしらそれはそれでいいことかもよね。ねもうなんかだからレストランじゃなくてもうあのお友達と会うときにはビーチにお弁当を持っていくしかないのかしらねってビーチは5人まで、うん、よくなったんだ、うんうん、なんかほんと毎週こうやって会うたびにルールが変わっててハワイ面白いそうでしょでなんかでもねあのそので14日間の隔離についてもカウアイ島かなんかはそのリゾートなんちゃらっていうのがあってカウアイ島に行くとその自分がその泊まって指定されたホテルに泊まるんだけどそこはリゾートホテルでその中だったら自由に動いていいとかねなんかもう本当にその州ごと場所ごとでルールが違うからあの私たちでさえあの全部もうなんか把握できないでいる感じそれにさ、滞在してる途中でルール変わったらさ、どうなるんだろうね。そう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 。でもありえるよね、それは。あるある。ね。ねで、あとあのなんだっけ、カリフォルニアからハワイに飛ぶときにユナイテッドがあの PCR 検査のをその乗る直前にやってくれるようになるらしいのね。で、その時に。15分待ってくれると結果が出るらしいんだけれどもこのテストを受けるには250ドルなんですって1人うん、うん、っていうことは家族4人でハワイ旅行を計画したらそのプラス1000ドル用意しとかないと PCR 検査不幸で受けるっていうことができないまあその80ドルでなんかあの前もって郵便で送ると結果が送られてくるっていうのはあるらしいんだけれどもうん、うんまあだからなんかあれだねこう持つものと持たざるものの差がこれでなんかまた開いちゃいそうな感じがするよねなんかねいよいよハワイ旅行はなんかお金持ってる人じゃないとできなくなってくるみたいな感じになっちゃうかもしれないだってちょっと昔そうだったもんねそうねハワイってだいたいアメリカ本土に住む人が一生に一回は行ってみたいとか、うん新婚旅行で行ってみたい州だったものね、昔はね。へえー。私も実は10歳の時に父と母に連れて行ってもらって、その時なんてまだまだあの日本語とか通じなかったもんね、ハワイね。日本語のメニューなんか出てこないでしょ、今みたいにね。ないな、ないな。本当、あのチョコレートのアイスクリームを私が、10歳の私が頼んだら、あのバニラのナッツ入りが出てきて、うん、何これみたいな、チョコレートでしょ頼んだのチョコレートって言ったそんな発音が悪かったから通じなかったみたいなあ発音問題はね未だにやっぱり問題あるよねなんかあお二人はないかななんかこうしゃべこう言ったつもりなのになみたいなのがね時々英語の生活をしててもあるから英語問題ありますねあるね、うん、ある
ちろん。そこで思い出したんだけど、昔母がみんなで旅行してた時にオートミールを食べたいって言って、うんうん、当時やっぱり日本ではオートミールが普通では、まあ、なんだろう、こうアメリカのものっていう感じがまだまだしてた時でね、うんうん、でオートミール食べたいわって言って、でみんな頑張って自分で注文する、で何て言ったんだっけ、あの時はオートミールって言ったのかな、なんか でそして出てきたのが実はウォーターメロンが出てきちゃったっていう、しかいまだにずっともう何年も前の話だけど忘れられなくて母は覚えてるか知らないけどその話でもなんかあるあるで言うと、こちらの何だっけ、みんなと話をするときにコーヒー、うん、コーヒーを頼むと大体コーラが出てくるとか、なんか変換バージョンが決まってるやつあるよね。ああ、コーヒーって言わないもんね。カーフィーとかって言うからね、うん、やっぱり、ね、うんうんうん、こうって言ったらコークになっちゃうのかな、やっぱり、ね、それはあるかもね。あるかもね。はい、はい、今日は